コロナ禍をきっかけに普段の職場から離れ、観光地やリゾート地などで余暇を楽しみながら働くワーケーションが広がっています。東京から新幹線でおよそ2時間、海と山に囲まれた糸魚川ユネスコ世界ジオパークでは、さまざまなアクティビティを楽しむことができます。そんな糸魚川市が着目したのは、親子で自然体験や地域課題の学習ができる親子ワーケーションです。糸魚川市としての狙いは関係人口を創出することです。将来的に糸魚川市に移住だったり、今後も関わってくださるということを期待しています。とはいえ、親子で地方に長期滞在する際、一番のネックになるのが子どもの教育です。そこで糸魚川市が取り組んだのが、子どもの小学校留学を組み込んだ See You Again プロジェクトです。県外に住む子どもを1回限りではなく、夏、秋、冬の年3回、それぞれ1週間公立小学校で受け入れています。正直移住をしたいかって言われたら、ちょっと仕事の関係なんとも言えないんですけれども、まずは子どもに違う世界があるっていうところを見せれるのを何かの形で見せたくてのきっかけで、はい、応募いたしました。ずっとワーケーションには興味があったんですけど、子どもが2人いるのでちょっと難しいかなってずっと思ってたところ、親子ワーケーションっていうものの存在を知りまして、今回の企画は地元の小学校に通える、では息子にとってもすごくいい経験ができるっていうことで惹かれました。地元の子どもたちと一緒に学習し、その間保護者はその日の気分に合わせたコワーキングスペースで仕事をすることができます。息子を送り出してから、で雪の中でヨガを してみたりとかして、はい、でそれから仕事をして、で集中力が切れたら温泉に入って、でまた仕事をしてみたいな感じで、四季折々一年を通して訪れることで、親子で糸魚川暮らしを満喫でき、場所に縛られない働き方や暮らし方だけでなく、新しい教育の形も実現しています。四季がはっきりしているので、1学期、2学期、3学期来るたびに違う景色が見れます。またやはり普段通っている学校と違うお友達ができることは、お子様たちにとってもとてもこういい感想をいただいてまして、体験入学が終わっても個人的にまた糸魚川に来るお子様もいらっしゃいます。気象学的にも地層学的にも文化的にもすごく、食に関してもすごく面白いところだなと思って、学びが多い、滞在になりましたね。ここジオパークっていうところが まず大事なので、子供が今生き物とあと石とかそういうのが大好きなので、親はちょっと登山も発見してみたいので、次回夏はキャンピングカーでこちらに来て、はい、学校に楽しむ時間も設けながら、土日はもう目いっぱい遊ばせてもらうような形で、はい、で私たちは親は仕事をしてって形でさせてもらいたいと思ってます。一方、人間関係が固定されてしまいがちな地元の子どもたちにとっても良い刺激になっています。行政が率先してワーケーションを推進した結果、学校を巻き込むことが可能となりました。仕事が忙しくて子どもをどこにも連れていけないという悩みを解消でき、子どもは友達を作り、第二のふるさとを作る、ただいま、また来たよ、子ども起点の関係人口創出に期待が寄せられています。今回下の子と夫を置いてきたので、次回は家族4人で来たいですね。糸魚川で新しい働き方、新しい学びの形を体験してみてはいかがでしょうか。